今日はですね、エクスセンスの B804MLRS、 リールがアルファス SVTW、 ラインがデュエルさんの X8 Pro の 1.2 号、リーダーが同じくデュエルさんのパワーリーダーカーボナイロンの25ポンドとなります。まあいつもの最近ずっとやってるけどね、スプーンダービーの続きいきます。ナムドポイントですね。久々です、ここに来るのは。トラギス脱この辺が釣れるかなと思って来てます。あとなんちゃら台っていうのが釣れるらしいですなんちゃら台、以前コメントでいただいたんですけどね、釣れるよって。まあそれは期待してないですけどね、新しい魚数頑張って狙っていきましょう。ここね、実家が近いんで昔よく通ったんですよ。こんな地形だったかな。ここに来るのはもう2年ぶりとか3年ぶりとかそれぐらいになるのかな。トラギスね、よく釣れたんですよ、ここ。あ、触った、あ、触った、あ、触ってる、あ、あ、エソだなエソエソ今のはエソ、惜しい長物、惜しい。エソの活性はあるようだ。向こうのその潮が出入りするところでね、よく釣れたんだよね。おっとー、なに、誰、エソか、トラか、エソだマダラエソ、君やねー、もう釣ってるんですよね。まあいいや、エソくんでした、ありがとう。よいしょ、はいはいはい、バイバイエソのやる気はあるみたい。スプーンのサイズをちょっと彼らに合わせてあげるか。あー、見に来てるというわけで、7グラムから5グラムのスプーンです。カラーは一緒です。あー、見に来てるな小さいのが見に来てる。おー、釣れてる、やった、なんだ、あ、1点増えたいだ君はもう釣っているよまあでも写真は撮りたいな。はい、1点フェダイです。いるんだね、俺ここで釣ったの初めてだな。よいしょ、写真を撮りましょうね。傷ついてるね、君も、戦いの跡が。やった、はい、じゃあ1点フェダイくんでしたありがとうございます、バイバイよっしゃよっ、あ、見に来てる、なんかが来た、おー一点フェダイかいいね、いい感じで見に来たね。はい、よいしょ、なるほど、一点フェダイポイントか、ここは知らんかった。はい、一点フェダイが、この魚体はとっても綺麗ですね。釣れました、やったぜ。じゃあ、ありがとう、一点フェダイ、よし、よし、よいしょ元気がよろしいですね。どういったところに行くんだ、はい、岩の脇に入るよね。よっしゃ、うん、楽しい。こういった潮溜りでも全然釣れるからね、安全だし。こう魚が追ってくるのが見えるっていうのがさ、面白いよねあ、来たっていうのがさ、事前に分かるからさめっちゃおもろいんですよ。やっていただきたいですね、本当。こういった釣りを、よし、向こう側に行きましょう。トラギスじゃなくても新しいやつ釣れないかな。そこを叩かないとトラギスくんは来ないかな。めっちゃ潮が引いた時にね、普通にスプーンで釣れたんだよね、昔は。今までな、狙うことなくなんか釣れてた魚なんだけどないざ釣ろうと思うと全然釣れねえな。こっち側は全然だな。ちょっとこっちの水路から外洋方面に向かっていきましょうかね。で、風も強いんでスプーンを重くしよう。 7g に戻します。はい、こっちはもう外洋になるので、クチナギとかなんか知らん旗とかその辺ですね。知らんベラとかめちゃくちゃ懐かしいな、これ釣りするのって。アオリイカとか釣れるんですよここイカ釣れるんですよ。
潮もねそんなに引かないでも超えたアウトエッジ楽しめる、本当いいポイントです。ここ足場が剣山以外はいいところです。いやー本当南部ってこれなんだよなよいしょ、足場の悪さが際立つんだよね。ちょっと15グラムで落としてみます。まあ足りないけどね言うてもこれでも全然足りないけど気持ちいい。結構深いんだよねこれも。釣れんけどさ釣れんけどさ、エッジ付近をうろついてる住処にしている魚はいないのかな。ゴンベちゃんとかね、釣れた記憶もないしな。キヌベラはさっき泳いでたけど、フッキングあ、これはキヌベラかキヌベラかなんか色が違うから写真撮っとくか。なんか釣れました、やったちょっとね口に入ってなくて申し訳ないですけど、なんか魚でした。はいはい、ありがとうねやった、知らん魚、キヌベラのなんか亜種知らんやつ、やった。まあ、小さいけどもこのエッジ際に住んでる子は一応いるね。偏光サングラスではわかるんだけど、そこの手前側にちょっとした岩があるんで落としてみます。いないんか。風が右から流れてるから、よっ左の方に落とそう、失敗したこの辺でいいかな。なんもいないんかい。よし、じゃあ帰れなくなっちゃうんでこの水路を渡りましょう。あ、来た。あ、入られちゃった。嘘よいしょ、はい、いました。関門畑くんですね。いい魚だ、君はどこにでもいていい魚だ。黄色い尻尾の先が綺麗だよね。では関門畑くんでした。はい、ありがとう。よっしゃ、おるやんけ。トラギスじゃないっていうちっこい口なじとかもな、釣れた記憶があるんだけどな。おりませんね。きついなぁ、ほんと南部はマジこれやめてほしいよね、南部ってこの足場の悪さよ。この地形じゃなければな、結構好きなポイントなんだけどなこの地形が全てをダメにしてるよな。よいしょ、手前側は全然いないな。じゃあ終わりにしましょう。お疲れ様でした。ちょっとね、2時間ほどチョロチョロチョロってやったんですけども、まあ可愛いのが釣れてよかったです。ただ、ただ、同じ種類だったんでね、新種じゃないのが残念ですけども、まあ久々に来て楽しめましたね。いいポイントですね、ここは。足元以外は。足元の剣山以外はいいポイントだと思います。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。よし、今日も釣れた。帰ろう。